心の中の大和を世界へ、ライジングクラウドのにぎりの会第8回のゲストスピーカーは矢作千鶴子さんです。矢作さん、こんにちは。こんにちは。どうも。では早速ですが、はい、その今年から始まる新しいミッション、はい、モンゴルとの文化交流の、はい、その動機について。そうですね、実は父が潜水艦に乗ってまして、一昨年他界しましたが、終戦記念日あたりになると結構その潜水艦に乗ってた時代の話とか、まあ、大学以降聞くようにしてきたんですけどね、まあ、そういうその戦争が是とか非とかではなくて、そういう過去になりつつある、そういう事実を話す人たちがいなくなってしまうっていうことは常々ね思っていたんです。でそれでたまたまなんですけれども、まあ、モンゴルの、今日ねちょっといただいたんですけど、この大使と知り合いになる機会があったんですね。で大使になる知り合いの機会の2年前に、私が54歳から大学院に実は入りまして、その動機はちょっと中東に遡るんですけど、中東にサウジアラビアに行く機会があって、でサウジアラビア の, アバヤというその着るものが着物の反物でできるんじゃないかなっていう発想があって、黒留め袖、黒 の,、まあ、喪服で作ってたんですよ実は。でそれでトランジェットしたところ の, 空港で着替えまして、でサウジアラビアの地に立ちました。でその時に、あ、面白いなと。こういう宗教に制服があること自体も面白いけども、それが何かこう着物に通ずるところがあるなというふうな発想でいたところ、まあ、大学院の先生がたまたまそのお会いした時に、デザイナーだけでやっていくんではなくて、もっともっとこう学問として、修士まで行ったらどうっていうお声掛けで、すぐにその年に試験受けて大学院入ったんです。そこの大学院の学友にモンゴル人がいたんですよ。でそのモンゴルも皆さんご承知の通り、内と外があるんですね。でそういったその同じ民族でありながら、同じ民族衣装を着て馬頭巾、同じその DNA を持ちながら違う国になってしまう、この政治的な背景っていうのにも非常にその興味を持ったっていうのもあるんですが、でその彼に、あなた渋谷区松濤にあるんですけれども、大使館に知り合いないのって。で私いろんな国でモロッコとかでファッションショーやってんだけど、モンゴルでもやりたいわっていうことで、ちょっと連れてってもらったんです。でそこで、紹介された人がモンゴルにある日本大使館の三等書記官、お名前を書いてメールアドレスも書いて、この人を訪ねて行ったら、ちょうどその時は国交ではなくて大使館ができて40周年の節目なんで、何かお手伝いできるんじゃないって言われて速攻に行ったんです。まあ、主人にうんと言わせて速攻行ったんですけども、でそこでそのお話聞いたのがシベリア行く人の話だったんです。知らなかったんですよ。でどこがいいですかって聞いたら、矢作さんねって三等書記官の方がですね、今はやられてないんですけども、お辞めになったんですけど、そのシベリア抑留者が作った、抑留兵が作ったオペラ劇場の話をその場で聞かされた時に、もう文化交流というよりも、先ほど冒頭に言いました父の時代、いわゆるそういうその同じ日本人で私たちはこうやってのほほんと生活している礎の中に、そういうこう涙ながらでは聞けないような話がたくさんあると。でそういうのをすごくその話を聞きながら感じたんですよ。だから単なる祭りの文化交流というよりも、これはまあ何人も死んでるっていうのは聞きました。1700人ぐらい亡くなってるとは聞きました。でそのプロセスも想像はもういとも簡単できるわけですね。途中で亡くなっている人もいる、食事もままならない、骨幹の中で薄着であるという、でもう病気にもなるっていう、これは何か私がこの年まで知らなかった私がここにいるってことは、大勢の人が知らないだろうと、それと当のモンゴルの地の人も知らないで死んでいくだろうと、こんなに苦労した私たちの先人たちを誰も知らないで亡くなっていくことは辛いということに思いまして、2年前から志が立ったんですよ。
ここでと。そのウランバートルに立っているオペラ劇場っていうのは、うんうん、今もモンゴルの中ではどういう建物というか存在なんでしょうか。ウランバートルにはだいたい国民のモンゴル人の国民の 60% 以上お住まいになっていると思います。ほとんどあの放牧しているような人たちの光景を皆さん思い出すんですけども、大半がウランバートルの市内に行っています。でそこの中の中心地というのが国会議事堂があって、チンギスハンがドーンと立ってまして、その国会議事堂のあるその広場っていうのがもうその石畳と言いますかね、こう石でこう並んでたもう巨大なところにやっぱり銅像がドーンと立ってて、それを囲むように、オペラ劇場、そしてまたあの国の中枢的なまあガバメントのオフィスなんかに囲まれているっていう感じになってるんですけど、その国会議事堂の向かって右手のところだったかな、そこにピンク色の、まあ、本当にコーラルピンク の, あの建物なんですけど、こう素晴らしいもう風情のあるオペラ劇場があります。そんな、ポジションとしてはもう誰もが知ってるところになっています。その日本人がシベリア抑留されていたその過酷な環境の中でとても立派な仕事をしていたっていうふうに伺いましたけれども、それは建物から感じましたか。まあ、もちろん感じます。残念ながらその2年前っていうのはお話だけで、志だけ背中に背負って帰ってきて、まあ、国に、まあ、こういう志のあることをやるんだからお金をちょっとなんかちょうだいよっていうことを調べてみたんですが、文化庁ちょうどあったんですが、まあ、見事にこうダメだったんです。そうかそうかと思いながら、あの忘れかけてた時に先ほど言いました大使と知り合うきっかけになったんです。だから思うんですけど、一回諦めてもやっぱりなんかつながるっていう、戻るんですよね。で大使とお話をあの大使館で対談をしたんですね。あの大使は日本語ベラベラですから、でお話した時にもうぜひやりなさいっていうの話になって、もう背中を押されたんですよ。ですから、まあ、そこであのやろうというふうにあの、まあ、決定づけてなったんですけれども、もう本当に何の質問でしたっけ、すいません。過酷な環境の中で作った建物。そうです。その時は行かなかったんですが、あ2回目に行きました時にたまたま入りました。裏口から入ったんですけど、もう何だろう、こう色とかも後で塗ってるらしいです。補修もあります。ベンチというか椅子も全部張り替えたそうですが、もうあの完全にあの感じます。鳥肌でしたね。何かその何人の方が時間を守られて、その国家の中ペナペナの軍服を着て、まああの本当に日本人の与えられたことをこう本当に誠心誠意でやるってい こう教育なのか、まあ、DNA なのかやっていらっしゃるということが映像のように、その映像はお見せすることできませんが、それありました。そしてあの当日6月24日実は9時からリハーサルで本番7時だったんですけど、その間ずっと感じてましたし、でそれを13人連れてったんですね。太鼓2人と民謡2人、太鼓4人と民謡2人と、あとはまあ少々もろもろ入れて13人連れてったんですけど、あのちょっと脱線はしてないんで聞いてください。あの泊まるところに着くまでにずっと飛行機に乗ってる時からずっと考えてたことがあるんですよ。それはこれは旅行じゃないと、これはあの本当に私たちが作られた先人たちに感謝するんであると。で私だけがその気持ちを持っててもダメだと。だから飛行機に乗ってもマイクロバスに乗っても宿に着くまでずっとそれをあの考えてたんです。そして皆さん集めて、このように集めてミーティングしました。その時に実はその国の対策なのか、あのシャワーにお湯が出ないっていう日だったんですよ。で私たち行った時に、まあ、皆さん、まあ、旅行気分じゃないにしても疲れてきてるからお湯ぐらい浴びたいだろうっていうのがあって、不満が出そうなそういう感じだったんですよ。でそこで私が申し上げたのは、あのシベリアのこの、国間の地に、連れてこられて、もちろん食べ物も満足じゃない、もちろん着るものも満足じゃない、もちろんお湯なんか出なかったでしょうねと。でも明日も明くる日も明くる日も労働しなきゃいけない、そういう環境の中で一生懸命やった。実は今日はお湯が出ません。
って言いましてね、皆さんもうそれは大丈夫ですって言って、でなんかお風呂が近くにあるっていうことで、翌朝皆さん聞いてください、お風呂に今日の夜行きますって言って朝礼母会だったんですけども、まあ、そういうことで本当に皆さん行って、民謡の2人なんかはリハの時に歌ったら、あ、声詰まっちゃった、まあ、それは同じ空間の中で私が今一生懸命伝えたっていうことが、そこに入った時に、まあ、自分の父や母やおじいちゃんおばあちゃん、まあ、祖父や、まあ、そういう人たちの思いみたいなものが普段は見えないでしょうが、そこで歌ってる時にリハですから誰もいません、でも帰ってくる感じする。だからそれはみんなの映像違うかもしれないけど、こんな素晴らしい建物を作るという、よその国を手抜きしてないっていう、それだったんだと思いますけどね。でこの準備期間の2年の間に、うん、モンゴルの方とももちろんいろいろ話をされて、うんうん、そのシベリア抑留されたその日本人ですね、うんうん、その人を知っていたっていう人も話で聞いたっていう。ああ、そうですね、うん、私もそのあんまりこう特化して、まあ、例えば中東なんかに行っても、何ですか、イスラム教の、うん、って思うけど、でもその特化してその何かに入ることをなるべく私はしない主義なんですよね。だからモンゴルモンゴルモンゴルって言って、モンゴルだけという考えではなくて、本当に先人たちの鎮魂という点でモンゴルっていうことにはなったんですけれども、ですからでもモンゴルに行ってみると、すごい偶然がめちゃめちゃありまして、例えば大使と会えなかったんですが、多分ご体調が悪いのか分かりません、大使が会えなくて3時と会ったんです。4月です、今年の4月です。会った時に三次がもうとても心よく迎えてくださって、いろいろお話伺って、で私がもう本当に魂なんです、魂の鎮魂なんです、まあこれはこうなんですっていう話をずっと聞かれてて、最後におっしゃったのが、大使が喜んでいただくでしょうと、なぜならば大使のお父様シベリア抑留者としてシベリアモンゴルでウランバートルに亡くなりましたという話を聞く。それから私は世田谷ロータリークラブってロータリークラブの人間なんですが、ロータリーは本当に志が申し訳ないですけど、クラブの人間の人がいたらあんまりどこにあるんだろうなっていう感じで、食事しに行って何かその駅前掃除とかいろいろあるんだけど、もっとやることがあるんじゃないかいつも思って、でまあ食事してる時につまんなくて、こうパラパラパラとロータリーの友という雑誌を見ましたら、モンゴルの旗がポーンと飛び込んできたんですよ。なんだと思って読みましたら、ロータリークラブではその奨学金を出して世界中の学生を呼ぶ、あるいは志がある日本人を世界に送るという奨学金制度を持ってですね、でその奨学金でモンゴルの方が卒業した人たちが帰って、そしてウランバートルに集まる会を3月に立ち上げたという記事だったんです。すぐに連絡をしまして、じゃあ4月八重さん行くときにみんな集めて会いましょうと。なぜならば皆さん日本に対してすっごい感謝してるんです。お金いただいて学んで日本大好き、日本のために何かやりたい、もうパコーンとこうブラックホールみたいに日本のために何かやりたいってみんなこう口開けて待ってるような人だったんです。でそこにポーンと私が行きまして、その中の一人に、茨城大学に留学した女性がいたんです、女の子で、みんな集まって食事してる時にその子がずっと私の顔を見て、いつか話をするチャンスをみたいな顔でいたので、矢作さんって言われて、はい、実は私のおばあちゃまがいつもこの話を、自分が小さい時だったんで分からなかったけど、日本人はすごいよっておっしゃってた、おばあちゃんはそのシベリア抑留者が運び込まれる病院の看護婦をやってた、日本人の担当だった、で毎日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 運ばれてくる、でみんな粗末なものを着てる、みんな痩せてる、で病院の食事もままならないんで、おばあちゃんはそのうちどっかから集めてきて秘密にあげてたそうです。で当然もう病院を退院できないような状況の人なのにもかかわらず退院させられるんです、次運ばれてくるんです、亡くなるんです。でそういう話を小さい頃ずっと聞いていて、
自分が茨城大学に留学をした先の実はおばあちゃまの妹弟さんがシベリアに行った人だったんです。シベリア抑留者としてウランバートルに行った人だった。でそれをその女の子が話すんですけど、私がシベリア抑留者としてウランバートルに亡くなった先の自分が留学生としてそこのところにお世話になるっていうことに対しておばあちゃんは恨むんじゃないかと、自分の大事なお兄さんが亡くなったとこだから恨むんじゃないかと思って心配していったら、うちの兄が命を落としたところから来てくれた、ようこそ来てくれたという話をして、もうこういうその偶然というのが私にとっては、そしてまた矢作さんと会えたというお話 でそのお兄さんがその亡くなる、ウランバートルで亡くなるその前日に玄関に現れたそうです。そういう話もその娘さんが聞いてね、まあだからなんでこのロータリーでこう見たところからそこまで行ったんだろうということも含めて、何か非常にこう背負ったのかなという、そうですね、いろんな点でね、ありましたけど、はい。